皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、6月の1日、17時49分、いろいろと、まあ、公務などを見ていて、植林の公務ですね。まず、河川の撮影に行って、船坂峠から、向こう側に、合流する、地点を撮影していたんですけども、その、二十何年前と比べると木がだいぶ生えてきてると。で、誰かが植林したわけではないと、もうまずそれで間違いないと思います。で、あと他にもですね、まあギリシャ佳子様何回か訪問されたりしていたと思うんですけども、その手の公務の内容が、公務の履歴からなくなってる。で、まあ一応まだ記録として残ってる部分でも、そのブラジル訪問とか眞子様の、まあ ニューヨーク経由でだとか、なんかこう余計なものがとにかく多いと。馬術関係に関しても、自分が馬乗らないんだったら意味ないんですよ、見に行っても本当に。で、まあペルー、ボリビアもそうですし、まあオーストリアとハンガリー、ドイツ、ウィーン、この辺りもリーダー国、ヨーロッパとして決めている以上、そこを外務大臣とかが対応するような形にしておかなかったら、することはエネルギーの残存問題への対応をまず第一的に考えて行動しなければならないので、余計な公務ばかりなんですね。で、あとまあ国会議員の方たちなんですけども、まあ皇室からもうみんな離脱するような形でいいと思いますよ。だから、悠仁さまだけは残っておいて、悠仁さまが、エネルギー残存量問題の総裁になっていればよいと。結局そうだと思いますよ、年齢的にも。だから、老人の人たちとかが、そのね、公務だとか、外交とかで、一緒について行ったりとかして、旅行して遊んじゃうでしょ。国会議員の人でも、すぐにスクープされて、仕事で海外に行ったはずなのに、何観光旅行してんのって叱られてるじゃないですか。すぐ国会議員降ろされるでしょ。それと同じですから、あと、障害者ダンスとかもこれもいらないし、修道女、アンジェリカ、子供魔法っていう、そのミュージカルをね、フミヒト様たちが、令和5年、10月かな。令和5年に、まあ見に行かれてますけども、けどまあこれ理由でそのギリシャ行ったんじゃなくて、もともとギリシャに行ってたんですよね、佳子様が。だから海外留学をするからそういうことになるのであって、関係を一回ちょっと断ち切ってもらわないと困るんですよ、だから、そういうふうな公務をしたところで何の意味があるかって言ったらないじゃないですか、はっきり言って。で、だから国民が盛り上がるっていうその感覚の電波の声が聞こえてきたんですけども、ないですね。そもそもで言いますと。いや、だからまあ僕は文人様や、まあ皇室の方たちとお会いしましたから、まあそれなりのニュースを見ようとしますけども、これ会ったことなかったら見ようと多分しないと思います。チャンネル変えたりとかして。大体もう一般人のあの感覚はそうだから、余計エネルギーを消費させるようなことをなぜ、率先して従うのか。これだから、皇室の方たちだけじゃなくて、世界中の王室の人たちとかも、まあそういうふうな、立場にある人たち、もう総理とか、首脳もそうです。もう完全に。できるだけ、パソコンとかを使った、モニターでの、会話、まあリーダー国を作って、で、まあ、ヨーロッパはヨーロッパ、アフリカティカと、まあ、そういうふうな会議がありますから、その範囲までにしておかなかったら、会議はね、国際会議がただでさえ増えているのに、TPP とか、ASEAN、まあ、昔から ASEAN はありましたけども、いろんなものを増やしすぎると、もう収拾つかなくなるでしょう。もう何が何やらって、何が経済やらっていう話になるでしょう、結局は。だから政府は 51% 出資して日銀が出来上がってるわけで、黒田総裁の話も他の動画でしましたけども、皇室の黒田家の方なんですよね。親族の方とかで。だから、
してることはもう、第三者から見たらむちゃくちゃすぎるんですよ。みんなが税金巻き上げて、自分たちの、子孫や遠縁の者たちで、国会議員などをしていると。で、昔から、関白の頃から。で、高額所得者。で、天下り。大企業の役員。それは世の中良くなるわけがないですよ。で、それ、世界中でしてしまってるから、このエネルギーの残存量問題の解決って、そこ本当に大きく変えようと思ったら、余計な公務をまずなくす。で、気に関する知識をしっかりと、教える。で、それはテレビの放送で十分で、すでに放送しています。で、余計な番組をなくさなきゃならないから、二社二社合併、夜中と明け方の番組をなくす。朝の8時から夜はまあ23時ぐらいまでの放送以内にする。プロ野球は、延長戦をなしにすると。まあ、こういうことですね。で、もともとプロ野球業界の延長戦があったかどうかですよ。それで、普通の報道番組が夜遅く放送されるようになってましたから。この世界的なその新 NISA 等で富裕層の人たちが、余計に消費を加速させる世界を世界中で同時に多分行ったんでしょう。世界中で今の日本の新 NISA みたいなものを。で、これね、だから世界中の政府上層部の人間が全員捕まらなきゃならない話になるんですよ。で、大真面目にこれ今から言うんですけども、結局、新しく体育館とかバスケットボール用のものを作っちゃうんでしょ？結局。の、作ってしまってるじゃないですか。あるのに。あるのに作ってしまうんですよ。人口はこれだけ縮小してるのに。まあ、精神病院とか余計なものを終わらせなきゃならないんですけども、製薬会社とか、そこに政治家とかが天下りして降りていって、そこを支配してしまってるんでしょ？だからそういう世の中を作っていって、隠蔽する社会を。で、これも三親等以内の請求でもうみんなでお金返してもらわなかったら無理ですよ。消費税を撤廃して、で、雇用助成金もやめて、雇用助成金があるからコロ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 人を変えて、で、雇用助成金から入ってくるお金で、その最低賃金法を下回るような形での雇用ができて、で、正社員の人間が大金稼いでるっていう形式に、すべての社会がそうなってしまってるから、これも無理です。正しさっていうものはどこにもないんです。で、スポーツ業界、オリンピックの解体とかもそうですけども、それに関わってきた FIFA とかも、スタジアムの建設費用みんなで出しなさい。だから、それはサッカースタジアムに関しては、ラグビーとかも使用してますから、その人たちも、返済していく。そういうことによってね、商業原理をしっかりと混ぜることによって、チーム数が減ります。そうすることによって、余計なエネルギーの消耗が減ります。で、運動するジムがいらないですね。僕はあんなところ通わなくても、自分で体鍛えたりしてますから、まあ、別にアスリートを目指してるわけじゃないですから、まあ、ある程度その自分の健康とか肉体のその維持というか、まあ、あんまり不格好な体にならないようにぐらいのトレーニングですけど、まあ、この間みたいにちょっと過度にね、1日腹筋を腕立て背筋300回ずつ、あと懸垂とか、あと他のトレーニングとか、高速もも上げとか、まあいろんなことをしたりとか、1日で、そこそこ運動量をしたりするんですけども、ただそれってね、本当にきつい肉体労働の仕事場行ったら、もっと運動量あるんですよ。まあ腹筋腕立て背筋、まあ1000回は軽く超えるぐらいの運動量が必要にはなりますね、力仕事してる人たちって。だからそれは本当なので、だから、まあ自動車、ガソリン車の生産は今年中に絶対停止。それできないんだったら、富裕層の人間がただひたすら金儲けをしていた社会。で、そこが抜け出せなくて全人類がほぼほぼ滅びますっていう形式になってるんですよ。まあ、あと建築業界もそうだし、余計な工事ばっかりして、被災地の、建物解体行かない。農業頑張ればいいのに、耕作放棄地ばっかり。もうこんな世の中無理ですね。公務が余計すぎたんですよ。だから、僕みたいに、どこの家屋が解体する対象なのか、で、あと、薪ストーブとかを学校に普及させなければならない。で、これから先も学校は少なくなっていくから、
周りのね、住んでる、生まれてきてる人の数とかを見て、まだここだったら、あと何年か、継続して学校はあるなっていうところから、薪ストーブ、設置していきましょう。で、近隣のところから、家の中から出てきますからね、こういうふうな余計な、いらなくなったメモ用紙だとか、燃える関係のゴミですね。生ゴミはメタンガスを。まあ何回も言いますけども、メタンガスを抽出する、貯蔵庫を、都市部でも倒産したテナ、空きテナント募集とかあるでしょう。そういったところに、設置するのも方法ですし、まあ老朽化した建物を解体した時にできる空きスペース、まあそこに設置すると。で、基本的には、周り、コンクリートで覆わなくても大丈夫なんじゃないですか、メタンガスの抽出。だと思います。わからないですけども、室内の気温、フルーツラパークを見た限りでは、別に暖房入れてるわけじゃなかったですからね。だから、蒸留発酵のこととか、バイオエタノールの装置とかも作ったらいいでしょうし、草とかから作れますから、バイオエタノール。そういうことを仕事に変えなきゃならないのに、万博とか余計なものばっかりしてるでしょ。だから、国際条約。まあ、いつもと言ってることは同じですね。まあ、一応、何でしょうね、アナと雪の女王2の鑑賞。あれ、いつでしたっけ、世界の片隅でっていう映画の鑑賞。まこれ他にも何か、コーンは抜けてるっていうのは分かりました。そのギリシャ、何回か佳子さまが言ってるんでしょうけども、それを多分、利益から消してるんでしょう。っていうのは、いろんな年代を見たら、佳子様の公務がスカスカで、もともとすることないのに、公務なんか必要なかったんですよ。で、早く荒井圭介と結婚すればよかった。で、エネルギーの残存量問題の総裁にする。で、河川水門、海式ダム発電、かまど発電、要するに薪ストーブとかを普及させていればよかったと。こういうことです。以上です。まあ、植林に関する、集まりとかも、それはそれで集まってくるのでエネルギー消費されるか、いらないです。以上です。皆さん、チャンネル登録と、着信通知の設定と、着信通知の設定に関してわからない方は、身の回りの方に聞いていただいたり、最寄りの、自分が購入した販売店のところで、聞いていただいたり、スマートフォンとか iPad の方は、あとは、身の回りの方に、淡井さんの動画、本当に見といた方がいいよ、ということを、お伝えしておくことですね。公務の履歴も、消えていくと。もう、それ映像見たらわかりますよ。ある程度。以前の記憶とかありますから。もう、テレビ局と知ること同じですね。で、テレビ局の何かね、誰かにこう言われたから、だからギリシャに行きました、みたいな形に、ごまかし。なあ、テレビに出たりしてると、ごまかすのがうまくなる、というよりも、自分で自分に平気で嘘を言える人間になってしまう。これはテレビ出る人間の本質なんですよ。もともと東京に集まってくる人間は、若い頃よくというか、ただ僕が言ってたのは、金の亡者が集まってくると。もうそういう仕組みなんですよ、社会の。もうこれ以上余計なことしないで、本当に被災地の人たちのために、頑張れる社会っていうのを作っていただきたいですね。それと同時並行で自然再生可能エネルギーの分野、本当に今年進めなかった。もう今年にもうオリンピック開いたいとか、マクロン大統領との僕との男と男の約束、1998年、フルーツラパークで僕と彼が話した内容、だから彼は大統領になれてる。だから、もうオリンピック反対は彼は絶対言わなきゃなんない。僕も言うし。お互いもう40、今年47歳、まあ同じぐらいの年だから、我々は物事を動かせなかったらもう多分無理です。後の世代。僕のような人間出てくるわけありません。こんだけ社会がめちゃくちゃだったら。どうせ言えないですから。抵抗できないですから。そういう人たちばっかりがそういうふうにお金稼ぎしてきてしまった社会の子孫がさらにそこを形成していくんですから。以上です。
皆さんご協力をご対応のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録と着信通知の設定とかですね、あとしっかり見てあげる、あと見てあげるというのは本当にあの人しか本当のこと言わないから、あの人の動画しっかり見るしかないわと。で、道理であの人ぐらいしかたその台風消滅ができないのはもうなぜか分かったと。もうあの人たちからの総意であると、天の神様とか、これだけ、いやもう法律当てはめても、もう捕まるのはどちらかって言ったらもう簡単に分かりますから、議員イコール捕まる、そこから警察官イコール捕まる、そこから医者イコール捕まる、そこからイコール建設業界捕まる、ほぼないですね、捕まらない業界が。無理ですよ、こんな世の中。以上です。